イバン・ベラは、スロバキア共和国軍大佐で、スロバキア人初の宇宙飛行士である。中部スロバキア県、ブレズノ軍ドルナーレホタ、村生まれ。1979年に、バンスカービストリツァ市のスロバキア、国民放棄軍事高等学校に入学して、パイロット資格と戦闘機パイロット資格を取得し、1983年に、コシェ市のスロバキア国民放棄軍事、 航空士官学校に進学した。1987年に、ブラチスラバ県マラツキ市のチェコスロバキア人民軍第33空軍,軍基地に配属され、ミグ -21 及びス -17 の上級パイロットとして1998年まで勤務した。1998年2月6日、スロバキアとロシアの共同ミッションである医療実験プログラム、 シュテファーニクに従事する宇宙飛行士候補者として、ベララスロバキア空軍パイロット4人が選抜された。ロシア側の医師による診断に基づきスロバキア側は、同年3月2日、3人を宇宙飛行士候補者として正式に決定し、モスクワ州西の町のガガーリン宇宙飛行士訓練センターに派遣した。同年8月3日、スロバキア政府はベラを聖乗組員に任命し、 ロシア側の承認を経て8月27日から、ビクトル・アファナシェフ船長、ジャンピエール・エニュレ・フライトエンジニアと共に訓練を行った。翌1999年2月20日、スロバキア初の宇宙飛行士として、ソユーズ TM-29 に登場して、ミールを訪れ、スロバキアは国民を宇宙に送った29番目の国となった。ベラは人体への重力ストレスに応じた。 神経内分泌や、その他の物理的な特徴の変化についての、内分泌共同実験の被験者となったほか、ウズラの付加実験を行い、2月28日に、ソユーズ TM-28 で地球に帰還した。宇宙飛行終了後、大佐に昇進し、リドルフ・シュステイル大統領から、国防や文化、経済の振興発展などに大きく寄与した国民に、 与えられるリドビートシュトゥール勲章を受賞ロシア政府からもロシア有毛勲章を受賞した。2004年から2007年夏まで在モスクワスロバキア大使館の駐在部官として勤務。現在は共和国軍の軍備管理及び軍縮問題に関する国際協力の職務に従事しているほか国の宇宙探査利用委員会委員を務めている。 また1999年10月12日に、チェコ共和国科学アカデミー天文研究所が発見した小惑星に2001年、イバンベラの名が与えられた。ありがとうございます。